喋れてきてるって。何も分かってんだ。見てる見てるだ、ほらもう。ごめんなさい。はい。あんまり聞いてないから。てか、なんか超かわいいね。なんか超かわいい。ありがとうございます。言われるんですよね。あ、そうね。はい、あんたやないでしょ。ちょっとりんたろー言ってる。そうなんです。言われるんですよ、最近。褒めてるんですよ。微妙。言われるんですよ、でも。でも似てますね。前の面で。YouTube とかで彼女を守る姿が見てる。見てるよ、ほんまに。ちょっとお電話待ってね、ゆっくり行かなかった。さあ、というわけでね、女組にはちょっとまあ、お話を伺っていきましょうと思いますが、まず、ラコラコの2人は今回の審査員をしてどうでしたか？そうですね、それが審査員ということは初めてだったので、なんか地方から届くよりなんかモデルになりたいみたいな、やる気のあるまでを書くといて、なんか自分たちの刺激になりました。あー、そうか、僕らも楽しいと思うよ。そうですね、はい、はい、どうぞ。あ、あ、喋りなさい、ごめんね。ちょっと一言、バイキンみたいから、ちょっとリンタラが喋ってみたい。そうですね、私もすごい、私自身がモデルさんとかすごい憧れだったので、なんかすごい逆に自分がその審査員側に回れたことがすごい嬉しくて、すごい新鮮でした。でも楽しかったです。あ、はい、かわいい。笑顔がかわいい。全然言うてること入ってこない。はい、ありがとうございました。さあ、続いておたひか、今回もおたひかも2人審査員探してくださったんですよね。はい、そうです。なんか今回選ばれた子は今もちろんなんですけど、選ばれなかった子もみんななんか勇気を出してこのオーディションに応募してくれて、夢を持ってる子がいっぱいいたので、全員素晴らしくキラキラ輝いてたので、すごい刺激を受けました。はい、オタクは大丈夫です。ちょっと、はい、ちょっと一番しゃべりなかった。一番しゃべりなかった。一番しゃべりなかったです。いいですか？今日はどうぞ。すごい、あの不思議な感じで、なんか審査員初めてだったので、すごいもうみんな好きになりました。よかった、ありがとう。はい、というわけで以上、チアーズステージでした。ゲストのなこなこ、オタイカ、本当にありがとうございました。ありがとうございました。まだ後ほどステージも遊びに来てください。ありがとうございました。かわいい、ラブラブです。ね、セレブって幸せやな。もう本当幸せ。